市ヶ谷第二機構、明治8年第1期生入校、明治11年竣工。その6月10日開校の式典には御名代有栖川宮カルスト親王殿下再臨あらせが、本校は広告の沈め大陸軍の手中たるべき優位なる将校の養成を使命とする。開校以来本校の卒業生にして名将の誉れ高き者数うるにいとまわら。本校の卒業生は昭和20年夏大陸軍が幕を閉じるまでに5万1500余余名、その当時において2万8000余名を数えた。12年4月、緊迫した国際情勢下に53期生が入校した。この時陸軍士官学校に在校せるも49期生50期生が本科に、51期生は貝月勤務に、そして52期生が余暇2年に在校中である。陸軍士官学校教育綱領。陸軍士官学校教育の目的は帝国陸軍の将校となるべきものを養成するにあり、そもそも将校は軍隊の定冠及び軍旗の本元にして、また一国元気の枢軸たり。輝かしき部学生の生活が始まる。市ヶ谷台の一日は朝の静寂を破る流々たる気象ラッパに始まる。午前5時30分、バネ仕掛けの人形のように飛び起きた生徒たちは屋上に整列して日朝点呼。市ヶ谷台生徒舎、屋上における全校生徒の体操。合憲を旨としてこの頃取り入れられたたわしによる寒風摩擦は雪の日においても戸外でなされた。点呼が終わってから生徒たちは洗面、掃除、養廃と忙しい。球場及び故郷養廃、それに食油放毒、おたけび神社参拝は欠かすことのできぬ日課の始まりであった。この間、軍人は礼儀を正しくすべし、平成の円滑のまた、軍人は武勇を尊ぶべし。おたけび神社は、高祖天照大神をはじめ建て祭り、明治神宮の分霊、もろもろの武神、それに、士官学校出身者で戦死した英霊を奉仕してある。春から秋は午前6時半、冬は7時に朝食である。朝食後自習時間があり、8時15分、学科に出る服装で学用品を持って校庭に集合し、終盤士官の服装検査を受ける。服装検査が終わると取締生徒の引率で講堂に向かう。午前中は学科が4次元ある。数学の野原教官、英語のウィリアム・エドワード・ハリス教官、ロシア語のバレンチン・パブロビッチ・バービーチ長官、ドイツ語のウェグマン長官、外国語は他にシナ語とフランス語があった。余暇では国語、漢文、倫理、心理、歴史、今歴史の講義をされているのは佐藤健次教官である。理科系では科学の太田貢教官、物理、数学、地学があった。昼食時間は12時から午後1時まで。午後の日課時限は日によって違っていたが、午後4時までに実家が2次元あった。手旗によるモールス信号、実家は教練、射撃、剣術、体操、柔道、馬術、それに陣中勤務があった。鉄棒、12階段より逆転、倒立中抜け、飛び箱、創作刀破、両木通過、午後4時10分から午後5時までが随意運動時間に充てられている。5時から6時までは随意時間。兵器の手入れ、洗濯、入浴、散髪等は全てこの時間に行う。午後6時夕食、おつけけでおやーつくばー。夕食後から午後7時までは号令調整および軍歌演習などの時間である。が終わった生徒たちには一日の最大の楽しい時間が待っている。主歩にはうどん、汁粉、あんパン、菓子などが売っており、そ育ち盛りの生徒たちは懐も考えず腹いっぱい詰め込んだものだ。午後7時、活気を呈した市ヶ谷台もようやく夜の静まに包まれる。それから2時間が自習時間である。1日に自習する時間は朝と夜合わせて3時間しかない。そのため生徒たちは真剣であった。自習時間終了後、舞い込んだ故郷の便り。朝の故郷遥拝に父母が応えてくれているようで、さすがに懐かしい。午後9時、日赤点呼。9時30分、消灯。大阪のお主のもとの大内山に鍵閉めて。面会は平日は家業終了後、休日は朝食後より夕食時限まで面会所で許された。副会長の許可を得て、訪ねてきた家族にこのようにして校内参観させることもできた。花の都や伊調城、青葉柳に恋の城、なにわの足の塚の間も、文武の道を励みつつ、今やこの子にずっと生きて、早くも過ぎぬ月と日は、蛍の光、窓の雪、集め誓いは今ここに、あと100日を名残とし。皇族者には当時東国宮森広大殿下が帰居しておられた。なお三笠宮高仁親王殿下は48期生であり、この前年にご卒業なされた。数百年の樹齢を誇る皇族者前の兜松。初夏の第1学期が終わると、7月下旬から約2週間遊泳演習があった。場所はそれまでは千葉県館山が多かったが、この頃は沼津、静浦であった。日曜祭日には朝食終了後から夕食時限まで外出が許可された。球場、大南港、明治神宮、靖国神社、生徒たちの回る順路は大体決まってい台周辺には休日のくつろぎのため道府県ごとに日曜下宿があった。生徒たちはここに集まり、腹いっぱい食べたり飲んだり、青畳に寝そべって明日の英気を養った。夕食時限までに生徒たちは帰校しなければならない。校門前の長い坂、出る時は極楽坂だったこの坂を生徒たちは地獄坂と呼んだ。即図学は即図演習を繰り返すことによって身についた知識となる。金丸ヶ原で行われた即図演習、余夏2年の秋になると閉夏志願、続いて認知志願がなされる。これは生徒たちの一番の関心事であった。陛下の決定は陸軍将校としての生涯を決定する重大問題である。さらにまた認知、つまり配属部隊の決定は士官候補生としてその部隊の将校団の一員となり、一致団結を誓い合い市政を共にするという大いなる意義を持つものであった。忘れもせんが良好なりと褒められたのは俺一人。陛下に分かれ、士官候補生として各部隊に配属された生徒はそれぞれの所属部隊において下士官兵の実務を習得するとともに、未来の将校団の一員として上官よりその薫陶を受けることになる。初めて隊付きとなると上等兵の階級が与えられ、肩の階級章に黄色の星が3つつく。士官候補生となりかぼちゃの花が咲いて、階級は軍曹まで進められ、将校の卵は6ヶ月を所属部隊に過ごす。隊付き勤務を終えた士官候補生は再び士官学校に戻り本科に入校す本科の実家教育が余夏の教育と異なるところは、教練が各閉夏ごとに行われることであった。本科においては教練班という編成がなされ、各閉夏のものは各中隊ごとに集まり、それにあたる教練がなされていた。文化生徒教育課程には教授部として戦術学、戦史、軍政学、兵器学、射撃学、航空学、築城学、交通学、測図学、一般教育と軍隊教育、外国語、それに馬学、衛生学と分かたれていた。Thank you. 戦術教育が終わると現地戦術教育がなされる。当時は秦野、白河、高崎と2次3次にわたって現地戦術教育が行われ、戦術原則が現地によって教育された。希望馬術といって日曜祭日に乗馬したい者はあらかじめ願い出て外出することができた。卒業期が迫る。満州戦績見学旅行が行われたのは昭和4年41期からこの年49期までであった。生徒の卒業前に満州朝鮮の戦績を見学して幾多先輩の功績を偲ぶとともに戦史研究の史とする旅行は約20日間あった。高人盤上のホロンバイル平原を行く生徒隊のトラック。不幸トン戦績歩兵第33連隊奮戦の地である。市街奉天北陵見学、清朝の大僧を待っています。主残歩戦績遼陽橘山を攻略する生徒隊。橘大隊長の威勲を偲んで静岡第34連隊の候補生が指揮を執るのが慣例となっていた。書きどきに息吹き返し見返れば三条すでに敵の二礼三戦績二礼三剣なれども兄よじがたからんや良師光明国家を期す鉄血山を手三景あら東慶観山戦績東慶観山北方類跡で旅順攻防の講話を聞く。偉大なる旅順攻略戦を記念する白玉山標柱塔、過去四聖僧の錬磨の成果を遺憾なく発揮する野営演習が始まる。航空の飛行訓練。航空の爆撃訓練。野砲の陣地侵入。螺旋銃砲の実弾射撃。工兵の苦境。橋梁爆破。最後の仕上げが終わって6月卒業。僕も大元帥陛下の行幸を仰ぎ、栄えある卒業式、威風堂々たる分裂行進。篠塚中将より卒業証書を受けられる東国宮守広王殿下。続いて校長より生徒隊各中隊長に卒業証書が授与される。大元帥陛下の御前にて恩賜品を賜る優等生。フロックコートの文官、清掃の武官、我が子の晴れの姿に万感こもごも至る陪席の父兄たち。若き士官候補生は期待して見習い士官を命ぜられ、2ヶ月を経て陸軍少尉に任官する。